今日は青の洞窟として最も有名な沖縄県の前滑岬で潜っていきます。まだ日が昇ってもない時刻の早朝ダイビングです。朝日が差し込む海中を散策しつつ、元気なお魚たちと戯れましょう。まだ日も昇らぬうちからレンタカーで走行中です。時刻は朝の5時過ぎです。那覇市のホテルに宿泊して早起きし、前田岬に向かっています。前田岬は那覇市から50分ほど運転したところにあります。街中から少し離れたところに出る頃には日が昇り始めていました。雲はほとんどなくてとてもいい天気です。気分がいいですね。途中でガイドさんと合流して前田岬の駐車場に到着しました。ダイビングの準備をしていきます。準備を終えて前田岬のエントリーポイントに降りていきます。前田岬のエントリーポイントまでは結構長い階段を下ります。約20キロほどもあるダイビング機材を背負ってこの階段を降りるのはなかなかハードです。帰りは泳いで疲労した体で水を吸ってさらに重くなった機材を背負って登るので、本当に気をつけないと危ない感じです。まだ日が昇って間もないので太陽の光が横から差し込んで海に黄金の道ができていますね。早朝や夕方に海に来ると見ることができる光景です。今日はこれを海の中から見上げることになるのでとても楽しみです。晴れてよかったです。海に浸かって浅場でフィンを履いて、いよいよダイビングスタートです。スタートしてすぐ早速太陽の方向を見てみました。朝日が眩しいぜ。太陽の光が無数の筋になって海中に差し込んでいます。光の筋が斜めに差し込んでくるのもこの時間ならではです。逆光の光景も絵になりますね。今回ご紹介するのは沖縄本島の恩納村にある前田岬の青の洞窟です。前田岬の青の洞窟はダイビングポイントとしており、シュノーケリングポイントとしてとても有名ですよね。沖縄に旅行した時の定番のレジャーといっても過言ではないのではないでしょうか。10年近く前になりますが、私も初めて自分で計画して沖縄旅行に訪れた時にはこの青の洞窟でシュノーケリングをしました。近年では有名になりすぎて、ハイシーズンには洞窟内がかなり混雑してしまうそうです。早朝だと人が少なくてゆっくり泳ぐことができますし、魚も活発に動き回っているので楽しいです。ダイビングのポイントとしてはかなり初心者向けのポイントです。水深は最大でも10メートルくらいですし、流れはほとんどありません。しかしダイビングの難易度と面白さは比例しません。難易度が高くて面白いポイントと難易度が低くて面白いポイント、両方があります。ここは間違いなく難易度が低くて面白いポイントですね。青の洞窟とはそもそも何なのかについてですが、洞窟内で海の水が青く輝いて見える場所がそう呼ばれます。特定の地名を指すわけではありません。ご覧の図のように水中を通って赤色が吸収された光が海底に反射し、暗い洞窟を照らすことで洞窟内では海面が青く輝いて見えるというものらしいです。前田岬の場合、洞窟は東側にありますので午前中が特に光が入り込んできやすいらしく、早朝ダイビングを楽しむのにもってこいのポイントと言えるでしょう。ここは本当に水中かと疑ってしまう明るさと透明度ですね。差し込んでくる光を全身に浴びつつ進んでいきます。おっと、ガイドさんがハマクマノミを見つけたので観察しましょう。せっかくなのでクマノミの種類と見分け方を簡単にご説明します。今映っているのは首のあたりに線が1本入っているのでハマクマノミですね。そして線が2本入っているのがクマノミ、線が3本入っているのが隠れクマノミです。他にも全身が白っぽい花びらクマノミや、背中に1本の線が入っているセジロクマノミというのもいます。クマノミだけでもいろんな種類がいます。このように魚の見分け方が分かってくるとダイビングの楽しさがぐっと上がりますね。次はミノカサゴがいました。ミノカサゴは派手なトゲ状のヒレがついているのが特徴ですね。
素早い動きをしないので撮影の練習相手にはもってこいです。ふと見上げるとたくさんのお魚がここをまとってひらひらと舞い踊っていました。その場にいるとつい見入ってしまう美しさです。今度は船のシルエットとキビナゴの群れです。船の周りを小さな魚が泳いでいるのが見えますか？キビナゴは群れで泳ぐ銀色の小さな魚ですので、光が当たると海の中をキラキラと装飾してくれます。洞窟の入り口付近にもキビナゴの群れがありました。ここではかなりキビナゴの群れに近づくことができました。みんな生き生きとしていますね。この水深の魚ならスノーケリングでもきれいに見ることができるでしょう。続いてはこちら、アカマツカサです。アカマツカサは洞窟の暗いところでよく見かけます。これはスノーケリングで見るのはほとんど無理でしょうね。私たちがアカマツカサを見ている頭上で2人のダイバーを1人のダイバーが引っ張っています。これはきっと体験ダイビングのグループですね。体験ダイビングではこのようにガイドさんが前から引っ張ったり後ろから掴んだりして海の中を移動します。ダイビングの認定証を取得していなくても比較的気軽で他に代え難い非日常感を楽しめるアクティビティです。ここは難易度が低いので体験ダイビングでもよく利用されているようです。一方、私たちのようにダイビングの認定証を持っていればガイドさんの目の届く範囲であれば自由に泳ぐことができますし、カメラを持って撮影したりもできます。なんなら機材があって土地勘のある海ならガイドさんなしで自分たちで自由に潜ることも可能です。気軽に海の中を体験するのに体験ダイビングがとてもいいアクティビティですが、やはり潜ることができるポイントの幅を広げるには認定証が必要です。取得するにはちょっとハードルが高いと感じるかもしれませんが、個人的には十分にその魅力があるものかと思います。ダイビング楽しいですよ。さらに洞窟の奥に進んでいきましょう。ここは外につながった大きな入り口のある洞窟ですが、奥に行くとしっかり暗いですね。今度は銀色にキラキラ光る魚の群れがいました。これは琉球ハタンポです。食べたら結構美味しい魚だそうですよ。青の洞窟の最深部に来て浮上してみました。青の洞窟といえば海面が青く光る光景が見どころですが、ここまで来ると光の入射角的に海に入った光が届いてきません。海面が青く輝いて見えるのは結構入り口に近いこの辺りだけなんですよね。私たちもそこに浮上するという手もあったのですが、早朝の割には結構スノーケリングをしている人たちがいたので、その方々に譲ることにしました。私たちはここから引き返して洞窟から出るときに海の中から青い景色を楽しむことにします。ちなみにこれは私が9年ほど前にここでスノーケリングをした時に撮影した写真です。これは青の洞窟らしい写真ですね。写真の左上あたりに洞窟の入り口が見えているので、地図でいうところのこの辺りにいるのがイメージできるかと思います。再び先行して洞窟を引き返していきます。遠くの方で青い光がぼんやりと見えていますね。この青い光が海底に反射して海面に映ると海面が青く光って見えるというわけですね。実際に見るともっと綺麗でしたが、この撮影に使っている GoPro だと暗所はこれで精一杯ですかね。もう少し泳いで入り口に近づくとこの通り、斜めに入り込んでくる光が綺麗ですね。洞窟の外に出てきました。強烈に降り注ぐ光のシャワーが眩しいです。日も少し高くなってきたように思います。お、ヘラヤガラを見つけました。体の形状がひときわ特徴的な魚ですね。少し近づいて観察してみましょう。
ヘラヤガラに近づくのを中止です。視界の隅にゴマモンガラがいるのを捉えました。このいかつい顔つきの魚がゴマモンガラです。ゴマモンガラはダイバーたちの間ではサメよりも注意すべき危険生物と認識されている魚です。縄張り意識が強くて凶暴なため、縄張りに侵入したダイバーを襲うことがあるヤバいやつです。強靭な歯と顎を持っているので、噛まれるとウェットスーツごと肉を食いちぎられてしまうそうです。さっきの私みたいに別の魚に夢中になっていると気づかないうちにうっかりゴマモンガラに近づいてしまい、ガブッと一噛みやられてしまうというのがダイビング中の定番の事故の一つなんだとか。その怪我が直接命に関わることはないと思いますが、海の中でパニックになったらそれが命取りになるでしょうね。初心者向けのポイントとはいえ、注意すべき危険は潜んでいるものですね。今回はヒヤリハットのヒヤリで済みましたが、今後も気をつけようと気を引き締めた出来事でした。これで前田岬での早朝ダイビングは終わりになります。いやー、早朝ならではの鋭い角度で差し込んでくる光の筋が綺麗でしたね。ダイビングというのは同じ場所でも季節や時間、天候によって全く違った見え方になりますので、飽きるほど経験を積むにはまだまだ時間がかかりそうです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではダイビングや登山などのアクティビティを中心に絶景の旅行動画をお届けしていますので、これからも見ていただけると嬉しいです。Thank you.